来たか。いや、何も起こってないんだ。信じられないかもしれないけど。お、目が覚めたか？そんじゃ、結論から言うぜ。周りを探索してみたところ、怪しいもんは見つからなかった。これまでの二つの元凶から見るに、入り口を担うものがあるはずでござる。まだその時が来ていない、ということでしょうか。つうことは、もうちょっと待つ必要があるってことか？そうです。それに、フィッシュルがいません。彼女はきっと、私たちより先に入り口を見つけたいと思っているはずです。もう少し待ってみましょう。元凶に。いえ、フィッシュルに時間をあげるためにも。浜辺に何か落ちてるみたいだぞ。一冊の本？隣には、クモ。カラスの彫像のようでござるな。この彫像、なんかオズに似てるような。なぜ一緒に現れたのでしょう。まさか彫像がこの本を持ってきたとか。これなんだろうな。日記か。どれどれ。聖国の栄章、聞いたことのない本ですね。あ、見ろよこの表紙。まさかフィッシュルが書いた本か？言われてみれば、確かにあいつが書きそうな本だな。聖国の栄章。いいタイトルだ。気に入った。何やら神聖なものを感じる名前でござる。どうする？触ってみるか？まだ帰ってきていませんが。仕方ありません。先に見てみましょう。もしフィッシュルがこの本を見つけたら、きっと私たちを探しに追いかけてくるはずです。そうだな。日記を誰かに覗かれるようなもんだし、絶対入ってオイラたちを止めに来ると思うぜ。今の国民にその記憶はないが、学者は知っている。生徒時代より約600年前、混沌の時代に皇女殿下がこの世に現れたことを。え、まさかのナレーションですか？さすが本の中の世界だぜ。防白が物語を語ってくれるなんてな。道が途切れてて先に進めなそうだぞ。あそこに装置があります。まるで私たちが近づくのを待っているかのようですね。オイラ思ったんだけど、なんか全体的にあからさますぎないか？聖国ですからね、多めに見てあげましょう。それもそうだな。それにこんなに見え見えってことは、本当は誰かに気づいてほしいってことだろうし。さすがフィッシュル、こんなところで恐ろしく素直だな。彼女は生き霊を憐れみ、彼らが苦しむ姿を見たくなかった。故に夜の色と玄武を抜き取り、万物を庇護する夜を最初に紡ぎ出したのだ。進化は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に夕夜浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。本当に夕夜浄土のことだったのか。かなりしっかりと作られているようです。悪くありませんね。
我らは聖国を作り、皇女殿下を至高なる人と仰いだ。また歯科や演劇、冒険などを国に持ち込み、雄野浄土の輪郭を作り上げた。して雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。臣下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。律令直。誰か助けてください。助けを呼ぶ声、一体誰だろう。こちらです、助けてください。これって彫像だよな。そんなこと言わないでください。私は歴とした雄野浄土の騎士で、レオンと申します。騎士？全然そんな風には見えないけど。見えませんか？まあこの際それはいいでしょう。しかしヨガナス騎士の鎧を設計し支給してくださったオズバルト様のことはどうか責めないでください。聞いたことありませんか？オズバルド・ラフナビネス、オズのフルネームです。メギストスの方がまだ言いやすいな。うむ、拙者もそう思うでござる。は、みんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、この先の扉が施錠されていることを皆さんご存知ないですよね。ああ、確かに知らなかったけど。親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を喜んで教えましょう。そういうことでしたら助けてあげましょう。たちよ、心より感謝いたします。この胸の気持ちは言葉では言い表せないほどです。扉を開ける合言葉は、我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにです。どうかお忘れなきよう。行くぞ。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。急ごう。チェック。霧を放て。いや、燃えよ。初期間、各領主たち、忠実なヨガラス騎士は塔に登り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることをこの上ない栄誉であると思った。
しょっと。行き止まりみたいだな。本が一冊あるだけだ。さっき聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名にあった聖国は夕夜浄土のことのようですね。この本は民の視点から皇女殿下を賛美しているのでしょう。最後のページまでめくってみたが、この物語にはまだ続きがあるようでござる。続きはどこにあるんだ？おいら気になるぞ。それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わった本は閉じた方がいいと思うでござるよ。おや？場所が変わったようです。ただ、浜辺に戻ったわけではなさそうですね。ここって、モンドの家みたいだな。ごきげんよう。いたたたき、断罪の皇后よ。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さ、温かいうちに食べましょう。母上。あらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ。何時は気づいていたか？今は昼下の時であることを。ええ、もちろんよ、母上。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝である世と共に野垣に興じようではないか。景色を楽しみ、天から賜りし美味を満喫しよう。ええ、喜んで。ああ。その、みんな何か言いたいことはあるだろうけどさ。単刀直入に聞くけど、エミちゃんって、フィッシュルの本名か？だろうな。それから、さっき聞こえた二つの声は、フィッシュルのお父さんとお母さんだと思うぞ。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、その、メギストスとは、本当にお主の名字でござるか？まったく、私を馬鹿にしないでください。先生術師である私のフルネームは、アストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして多分幼少期の思い出かと。大きくなってからも同じかどうかはわかりません。モナはよく知ってるな。友達なんだからこれぐらい当然のことです。フィッシュルは今、どこにいるんでしょう。先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。何か手がかりが見つかるやもしれぬ。途中だったよな。
この感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、夕食の途中で財布を忘れたことに気づいた時みたいです。もやもやします。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。かくいう拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろう。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ？さっきまで入れたのにどうして入れてくれないんだ？どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに、意地が悪いにも程があります。ふむ、もしかするとこの本はもう最後まで読み終わったのやもしれぬ。元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、この聖国の詠唱は一冊で完結しないのではないだろうか。まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。あ、そこにいるのは誰です？おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだな。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の詠唱の続きを知っていますか？どこにあるのでしょう？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の詠唱は夕夜浄土の聖典であり、3巻まである。残り2冊は王城にある2つの高きところに隠されてるんだ。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔って、あの塔のことですか？そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな？彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば塔の上へ行けるようです。早速行ってみましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから夕夜浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。